日本の1年間の死亡者数は2003年に100万人を突破、現在は約130万人のおります。2040年前後にはさらに3割増の約168万人となり、他社会のピークを迎えます。日経グロークルでは今年3月、全国791市と23個対象に他社会の課題を尋ねました。注目したいのが孤独死した人の演者探し、 孤独死をした人で、縁者が判明しない無縁骨の引き受け増活動場不足の3項目ですいずれの項目でも、1955年から1973年のいわゆる高度成長期に人口が流入した都市部やその近郊で全国平均よりも10ポイント高くなっておりこれらが課題として顕在化し始めています地域的には、えー、関西圏よりも首都圏でより深刻のようです墓地埋葬等に関する法律では 孤独死した人の縁者が判明しない場合、市町村が仮装して埋葬する義務を負うと定められています。毎年の無縁遺骨と域計数の推移を、全国20市政令市に尋ねたところ、2015年度に最も多かったのが大阪市で、2039件。11年度に比べ17.4%増でした。15年度分の回答がなかった静岡市を除く19市の合計は6268件で、11年度の4900 63件に比べ26.3％増加。多くの政令市で無煙遺骨の引き取り引き取りが増加しています。高齢の一人様が増え、かつ生涯見込んで子供や孫のいない人が多い社会は、死後に頼れる人がいない一人で死んでいく人が増える社会でもあります。ハードだけでなくコミュニティづくりといったソフトの面からも一人で安心して死ぬ社会づくりに実態も取り組んでいかないと財政面での負担が膨らむ可能性もあります。 神奈川県横須賀市で15年7月にスタートしたエンディングプランサポート事業はかつて地域が担い現在失ってしまった機能を自治体主導でつぶぎ直そうという施策なのかもしれません。一人暮らしで頼れる身内がいない生活にあまり余裕ない人に対して生前にどのように葬られたいかなどを市があらかじめ聞き取り葬儀者を紹介葬儀者が契約をしっかり履行するかどうかは行政が見守るというものです。横須賀市ではその後も 神奈川市川大学と協定を結び、身を得ない人でも検体ができるよう、またペット関連の団体と連携し、元気なうちに飼っているペットの里親を探せるようにするなど、仕組みを進化させ続けています。同様の取り組みは神奈川県大和市も導入しました。千葉市も今年夏にも導入する予定で、今後も注目したい動きです。